五。それって…なるほど。はあ、はあ、頭痛い。うん？ここだな。聞こえる。ここだな。聞こえにくいな。聞こえる。
すみません。はあ。じゃん。はい。おお。
まったく。
ところで。
八神さん。ん？いえ。
さあ、行こうか。
よし。よし。来てたのか。よしよし。
よろしく。よし。そんなもんかい。なんと、ナイト！やった！何？よし！やるじゃん。よし。おれ。おれ。俺の勝ちだな。負けてしまった。いらっしゃいませ。
いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。ったく、時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。
矢上です。はい。矢上さん。ん？はい。え？
お、私こうやって男の人と一緒に歩くのって初めてで緊張しますね。俺もある意味こういう形で女の子と歩くのは初めてだよ。そうなんですか。なんだかちょっと嬉しいです。周りの人たちは私たちのことをどんな風に見えてるんでしょう。それは純粋に俺も気になるね。ちゃん、その格好で暑くない？はい、大丈夫です。もう慣れましたから。まあ、それならいいんだけど。むしろ冬なので、暖かくてちょうどいいくらいです。防寒対策としてはバッチリってことか。なあ、おう、わかった。
それって、いえ、さすがにいつシフトに入ってもいいようにと。まあ実際に持って帰ってるのは私だけみたいですけど。すごいじゃん。そうでしょうか。おう、ありがとうございます。お、あ、ありがとう。あの、そうですか。誤解なんだ。面白っ。お、あの、実は私、つまり、はい、何か思いついたら。マジで？いやいや、そういうことなら、なるほど。みなとちゃん、面白いじゃん。本当ですか？他にはどれが面白かったですか？あ、それ自信作なんです。これって、ああ、それはお題メモです。街中で見たものを即興で、それでうまく思いつけなかったものは宿題としてメモしてるんです。へえ。多分頑張ります。何かお題ください。私で、あ、はい、整いました。東堂港とかけまして、覚え始めた外国語と解きます。ん、最初はさっぱり話、フォロー、紅茶、紅茶、はい、整いました。紅茶とかけまして、ゴルフと、綺麗にカップへ入れましょう。なるほど。あ、あし、ガムロップか。はい、整いました。カムロップとかけまして、一流大学、入るのがとっても大変でしょう。なるほど。耳に手を入れる特別な作りなので戸惑いますよね。
ノートとかけましてデートの約束と解きます。ん？破ったら修復するのが大変です。それって…違います。すごいじゃん。ありがとうございます。でもちょっとメモしておきます。ミナトちゃん。はい、何ですか？なんでしょう。だって。そうなんですか？でも確かにちょっと、すごく楽しかった。そういえばさ、正直あまり実感ないんです。アルバイトも結局カムロップに入るだけですし。すみません、実は未だに地域振興いや。慣れません。まあな。そうです。さて。ミナトちゃん。得意じゃなくて、だから。なるほど。そうしたらまた付き合ってくれますか？ありがとうございます。あれなんだけど。ああ、カムロ町漫才コンテストですか？いいですよね。私も見に行こうと思ってます。ミナトちゃん。私がコンテストに出るんですか？正気ですか？無理に決まってますよ。いや。笑顔？おう。そうでしたか。でも人前で待って…ああ。そんなはっきりと。いやいや。
大丈夫だよ。少し。お。わかりました。みなとちゃん。そうですね。行きましょう。ありがとうございます。それでは。
しばらく寝とけっての。八神さん、はあ、ハハハ。